TBS Radio 중고경 TBS Radio 954 The Actors Studio 岡野出話し。やっぱアドレナリンジャンキーだからっていうところだけに着地されちゃうと、うん、なんか本当にそれで着地してると思う？違うんですか？あれなんで帰るかってことに関して何も説明がないんだけれども、うんうん、要するに戦争にいると楽しいから、はい、家にいるよりも楽しいから帰るんだと思いますか？でも少なくともそう取れちゃうよって言ってるんです。まずね、なんていうか歌丸さんが言ってたのはね、はい、生き延びるために思考停止をするようになるんだと言ったけれども、彼は自ら爆弾処理という最も死ぬ可能性が高いところに飛び込んでいくんだけども、それ生き延びるためかな？生き延びるためっていうか、その戦場においてですよ。だからその怖がってらんないとかそういう意味です。でその戻るっていうことに関してちゃんとした説明がないんだったら、そういう、しかもあのなんかその演出のバランスだとそう見えかねないって言ってるわけですよ。でも自分はどう思ったの？いや、そう思った。自分はなぜ彼が戻ると思った？それは他の人たちの観客の反応をその想定してこう見えるかもしれないから気をつけた方がいいよっていうのは、それ作り制作プロデューサーの側の考え方だけども、うんうん、自分は見てどう思った？なぜ行くと思う？いや、だからよくわかんないなぐらいに。だからそのよくわかんないのはいいんですよ。別によくわかんない、そのよくわかんないけど俺好きなんだで、よくわかんないように作られているというのは客観的な評価だけど、そうじゃなくて自分は主人公はなんで戻ったんだと思う？え、あれだと、だから日常が退屈だからぐらいにしか見えないんですけど。いや、うん、それはものすごく浅いよ、それ。うん、まあ浅いかもしれないけど、そうね、そんぐらいのレベルで読めるぐらいにしか提示してないと思いますか？自分だったらどう考える？自分だったら？自分だったらどう考える？自分だったら行く？戻る？戻らない？いや、行かないですよね。あ、そう、うん、俺戻るよ。なんでですか？だって最高の技術を持ってるんだもん、求められてるんだもん。ああ、だから自分によって誰か助けられるかもしれないんだもん。だったら行くよ。それは自分のもうすでに彼のセリフの中で出てくるんだけど、赤ん坊に対してね、うんうん、子供の頃はいろんなことが好きだったと、うんね、でもだんだんこの年になると一、はい、つか二つのことしか好きでなくなるんだと、うん、で俺はもう一つのことしか好きじゃなくなっちゃったんだよって子供に言うんですよ、うんうん、ね、うん、あれはどういうことかっていうと、うん、もう、まあ、例えばさ、この年になるとさ、はい、いっぱい可能性あったじゃん、その前は、はい、いっぱい可能性あったけども、だんだん自分が世の中でやるべきこと、自分は何のために生まれてきたのかってことが分かってくるんだよ。おお、だから天職に戻っていくと。そう、うん、でそれは非常に危険なことかもしれないし、うん、ね、報われないことかもしれないし、まさしくハートロッカーでもって一生懸命頑張ってもみんなが石を投げられるかもしれないし、うんうん、分かってもらえないだろうと周りには、うんうん、でもそれはもう俺はもうこの年で分かったけど、俺はそれをするために生まれてきたんだよ、うんうん、でそれをすることによって感謝してくれなくても誰かが助けてもらえるんだと、それ誰かを助けることになるんだと思えば戻るよ、それ。いや、そう、うん、まあだとしてもいいんですけど、それってじゃあさっきまでのその思考停止じゃないよ、これ全然。いや、でもささっきまでのだって痛みがあってね、ハートロッカーってタイトルで、はい、それでもってもうどれだけひどいところかね、うん、分かってるけども、いやでもそう、うん、思考停止じゃなくて逆にわざわざ自分からそれこそタイトルの意味が証明するようにハートロッカーに飛び込んでいくという行為を選択するんだもん、うん、これは。いや、その選択はいいんですけど、だとしたらそのさっきまでのその、自らのその倫理とか善意とかっていうのベースの限界を迎えた後にそれが来て、でもやっぱこれが俺の天職だからって戻るっていうのは、だからやっぱりその、うん、なんか勇ましい話に着地し、限界があるけども頑張ってみようってことじゃないですか。ん？限界があるけれども自分の能力であり、はい、自分の仕事であって、自分のね、生まれてきた役割だと思うから、うんうん、はい、じゃあそれを全うしようってことでいくってこと自体を、じゃあ俺はね、もうやってもどうしようもないと、いくら頑張っても誰にも、まあ、感謝してくれないしね、うん、ね、で、なんていうの、俺自身にも限界があるし、うまくいかないことは3回も連続したし、うんうん、ね、だったらやめちゃおうかって思う選択を取る。いや、そのだからそれ俺は取らないよ。だからそれはいいんだよ、それは。いや、それが人それぞれだから、うんうんうん、ただ俺は取らないです、それは。そのさ、すごい町山さんの解釈すごい感動的だし、きっとそれで正しいのかもしれないけど、うん、そうというふうに
撮れるように作ってあります？あの映画。それはすごく余裕を残してるのね、うんうん、解釈に。ただでも実際はそういうふうにそれが理由で言ってるんですよ彼は、うん、いやそれはだからすごくさあのいい解釈なん、いいっていうのはその解釈として素晴らしく感動的な解釈だし、うん、多分それで間違ってないとも思うけど、ただそういう撮り方ができるように別に作られてもいない気がするんですけど。作られているんだねそれがね、うん、例えばあそこで音楽がかかるじゃないですか、はいはいね、で勇ましい音楽だったけどあれは違う、あれでしょ、ミニストリーだっていうね、それ、うん、あのね、リスナーの僕分かってます、あのリスナーのメールでもそれ読んでるんですよ、あの、うん、音楽ではミニストリーだしメッセージは明らかだっていうんだけども、うんうん、ただそのだからそのさあのね、はい、あの歌の歌詞っていうのは、はい、あれはだから歩いていってそのなんていうか爆弾のある方向に向かって歩いていく、主人公のところにかかるんだけれども、あの歌詞っていうのはオサマ・ビンラディンはどこにいるって歌詞なんですよ、はい、あれはオサマ・ビンラディンはどこにいるんだと。で一般にはカイバー峠、あのパキスタンとアフガニスタンの国境のところに潜伏してると言われてるねと、うん、でもこう言ってるやつもいるよと、オサマ・ビンラディンは実はブッシュの庭に、ブッシュの自宅の庭に隠れてるんだよ、うんうん、っていう歌詞なんですよあれは、はいはいね、で歌詞自体は流れないんだけれども、うんうん、エンディングで、うん、じゃあなぜそれをキャサリン・ビグマンが選択したかっていうことなんですよね、うんうん、はいはい、で偶然ミニストリーのその音楽がいいからって使ったわけじゃ全然ないの、ミニストリーってのはどういうバンドかっていうのはアメリカではよく知られてるから、いやそれだからその件は、ね、僕自分の評論始める前にそのメール読んでるし、うん、それは分かってる上で、うん、だったら、はい、あの要するにキャサリン・ビグマンがやろうとしたことはどういうことかっていうと、そういう解釈はいろいろあってもいいんだけれども、分かってる人は本当のことは分かるはずだと、うん、でそこでその歌が表現してるのはブッシュに対する怒りじゃないですか、うん、イラク戦争っていう馬鹿げた戦争を起こしてしまって、うん、で大変な泥沼にアメリカ軍が入っていって、世界中の人が死んでいるという状況に対するものすごい怒りがその歌なんですよね、うんうんうん、そのカイバ峠って歌なんですけど、はいはい、でそれを流してるってことはどういうことかいうことかっていうと、いやそれは明白なんだけど、明白なんです、主人公は何に対していいかっていうか、うん、なぜこんな状況になったんだってことを初めて考えた、それまで考えてなかったんだずっとね、ちょっと話させてね、彼は最初何も考えてなくて自分の技術が最高だからいいやって楽しんでたんですよ、ね、ところがイラクの現状を初めて接して、うん、わこれは大変なことだということを分かって、それで打ちのめされて、で今またイラクに行くんだけれども、うん、その時になぜ彼が行くかというと、うん、このひどい状況の中で俺は自分にできるベストのことをやるよと、それは俺は爆弾処理しかできないし、爆弾処理はベストだから、俺はこのイラク戦争ってひどい現状に対して俺ができることはこれなんだってことで行くわけじゃないですか。でだからその心の中にあるのは、うん、なんでこんなひどいことになってるんだという怒りじゃないですか、まあ、それがあの歌なんです。いやそれはだからやっぱりそのそうなんだろうし、その作り手の意図としてはそうなんだろうしってことを藤崎さん言ってるんだけど、ただだとしたらじゃあさ、この映画はそのミニストリーとかの文脈がわからない、外国の観客にはどう取られるかは考えていないってことなんですか？いや違う、それはそこの部分をやったら叩かれるからですよ。誰から？アメリカ国内で。アメリカ国民からだよ。だから巧妙にっていう、その部分はわかる人にはわかるようにして、わからない人は要するに、はい、どうでも解釈できるようにして、はいはい、余裕を作った映画なんで、だから僕自分の、うん、はい、その意図を、はい、強烈に押し付けるようには作っていないだけなんです、はいはい、いやただ意図ははっきりしてるんです、うん、それはすごくあの分かるし、だからそのとにかくそのそれは前提にした上で、あの要はアイロニー表現とか、もしくはそのこれは本当っぽく描いてますっていう美名のもとに、うん、その要するにさ、あの余地が生まれるし、それでもその誤読の余地がって言うんだけど、そのなんていうのかな、なんていうか、それで、いや、うん、俺だったら誤読の余地があるよって指摘すること自体全然問題ないと思うんだけども、はい、でも誤読しない読み方を提示するけどね。いやだから僕は、うん、誤読の余地、こういうふうに誤読されちゃいますよで終わっちゃってるから、はいはい、そうなくて、でも本当はこういうことですよっていうことを提示するべきだと思うけれども、まあ曖昧にでもね、うん、それは要するに、まあ、イラク戦争を賛美しているようにね、イラク戦争じゃない、アメリカのイラクでやってる行動を賛美しているようにも読めちゃいますよっていうのは別に問題ないんだけど、賛美とは全くない、でもそれは孤独ですよってことは言っとくよね、うんうん、それは言っとくよね俺は、うん、でもう一つはさ、はい、そのまあ、自分のイデオロギーは前に出ちゃってるわけですよ、すごくその時にね、あの一番問題なのはやっぱりイラク戦争ってのは悪いことなんだから、それに加担してる人は例えば末端の兵隊であれ悪いことだっていうような
雰囲気みたいなものがやっぱり支配してるんですよ、あの歌丸先生の言うことはね。あのね、僕そんなつもりはないつもりだし、そのでね、あの町山さんが指摘されてるようなことって確かにね分かるんです。そのハートロッカーを評するときにある種のバイアスをかかった評が浮上しがちだしっていうのは分かるけど、僕そこは一応慎重にですね、あの言葉は選んでるつもりだったんですけどね、そこは、うん、ああ。話は要するに勇ましく言ってるところで終わっちゃったら問題だなで終わってますけどね、まあ、それはだからあのそこで終えちゃったんだろうけども、単に、うん、でもまずその、アメリカ軍、アメリカ人にとって 見たくないものを見せていないっていうけど、これはもう徹底的に見せてるね。だってブザマなんだもん。いやだからそのさ、やってることは次々にブザマで、うん、あの子供を 見間違えたり言葉分かんなくたり、あのインテリに負けちゃったりさ、うんうん、あの味方打っちゃったりさ、うんうん、で結局爆弾処理できなくてごめんなさいって逃げちゃったりとかね、うん、もう本当に徹底的に無様なところは見せてるから、だから多分しかもすごく優秀だった 兵士がね、うんはい、あの無様にこう落ちぶれていくわけじゃない、はいはい、徹底的に3回か4回連続で負け戦を見せるわけじゃない、うん、これは見たいことじゃないよね。まあ、実際そんなにねヒットしなかったんですもんね、だってね、うんうん、だって見たくないもの見せてるんだもん、ね、いやただね、だからそのあの一般だからこのぐらいやってんだと、これは結構いい線いってる映画だと、そのアメリカのそういうあれで言ったって相当上進的な映画ですよっていう、まあそうなんだろうけど、あのこれなんていうかな、だからそのこのバランスでしか見せられないのがじゃあ限界なのかなっていう感じですかね。いや俺はね、すごくバランスを崩した形で、はい、あのアメリカがイラクでひどいことやってるっていうのを見せたリダクテッドって映画を見たけど、うんうんうん、本当に嫌な映画だったよね。まあ嫌な映画ですよね。もうすごく、まあ、映画としてつまんないって問題もあるんだけれども、うん、もう兵士がみんな殺戮者じゃない、ほとんどみんなとは言ってないんじゃないですか。そうしかいないで、うんうん、人はでさ、嫌なことばっかり言ってさ、ずっとさ、うんうん、もう本当に差別的なことばっかり言って、で本当に最低の人間として描かれてるじゃない、全員が。全員がでもないと思うんですけどね。まあ、一人しかいい人出てこないんでね。いや、そんでもない、あの、ただ流されてるだけの人も出てくると思うけど、まあ、うん、巻き込まれちゃう人とかもいるけどね。うんうん、いや、うん、積極的に悪いのは2人ぐらいでしょ。で、うん、うん、ということだと。でもあれもあれでものすごい誇張だよね。でも、あれはだって実際にあったレイプ事件でしょ、だって。だそれ 100人いてさ、うん、1人悪いやつがいてさ、例えばさ、実際のレイプ事件を起こした人ってのは実は徴兵検査でもってあの不適格にされてた人無理やり連れてっちゃったんだよね、アメリカ軍は、うんうんうん、でそういう人がいたっていうのをだけが映画作られていくかと。でもその周り90人ぐらいはまともな人がいるわけじゃない、うんうんうん、でその90人の人たちの映画に作っちゃいけないのってことですよね。それはだから、うんうんうん、実は数的には逆なのに多数と少数がね。なるほど。で少数は目立つんだけれども、うんうん、で少数を際立たせてその少数の異常な人たちね、うんうん、あの不始末の部分っていうのを際立たせるよりは中で最も優秀で最もそのイラク戦争に関して罪悪感のない責任のない爆弾処理班を主人公にしながらも彼にもイラク戦争の責任がのしかかっていくっていうことを描く方が、なるほど、鋭くない。その責任がのしかかっていくっていうふうにやっぱその最終的には見えない。いや彼は気がするんだけどな。彼は要するに責任がのしかかってきて、でもう イラクの現状ってものは自分の上にのしかかってもう支えきれなくなった状態で完全に敗北してアメリカに、いやその帰るとこまではいいんですけど、ね、はい、じゃあどうするかね、俺はその責任を負うよってことじゃない、最後行くのは分かったよと。いやそれはすごくだからさ、やっぱりそのミニストリーってとこも含めてそのすごく汲み取ってなんぼのさ、うん、あれじゃないですか、汲み取ってあげようよ。いやだからその映画見てるだけだとそこまではやっぱり、あの彼は要するにもう自分が死ぬかもしれないところに自分から選んでいくような、生き延びようとするために他の人を犠牲するわけでも何でもないし、うん、だから彼が悪いとは言ってないんですけど、行くし、しかもその彼の中にはミニストリーの音楽に代表され象徴されるようにものすごいイラク戦争とその、ブッシュに対する怒りが燃えたぎってるわけじゃない、それで行くわけじゃない、うん、だからそのやっぱそのミニストリーではねちょっとあの最後の切り札になっちゃうけど、うんうん、僕はだからそれだけで そういう心情っていう風に読み取れっていうのは、だから要するに分かってる人は分かれっていうのは、なんかその、どうなんっていう。まあ大変だっていうのはさ、俺さ、それについて、あの、ハートロッカーを実は7月ぐらいに評論したんですけど、はい、その後一回もハートロッカーについて語る場っていうのは与えられなかったって書いてないんですけど、うんうんうん、ただ、その部分で書けなかったのね、どうしても。うん、まあオチに近いところですね。絶対書けないんですよ。オチですからね、はい。
公開よりも半年の前に最後にミニストリーの曲がかかってどうこうって書けるかって言ったら、それ書いたらもうそれ評論家としてはおしまいだよね。なるほど。うん、確かにそういう問題あるよね。はいはいはい、確かにそういう問題はあるんですよ。書いて解説することはできないだろうと、うん、ね、だからわからない人はわからないまま終わっちゃうっていうのはあるんで、うんうん、今実はとんでもないことしてるね。うん、まあでもこれは完全なネタバレでね。うん、でもやっぱネタバレ以前にやっぱりそういう意味では、だし仮にそのミニストリーがそういう曲だとしてもやっぱりその例えばその歌詞出すわけでもないし別に、うんうん、なんかすごくそのなんていうのかな、あの押し付けでないですよという言葉のもとに、うんうん、なんかそのなんていうのかな、やっぱりあまりにもその、まあ、でもさ、いい映画ってさ、うん、本当に言いたいことはさ、ちっちゃいセリフで言う。いや、わかりますよ。家って、あのね、僕テーマを大声で言えとか言ってるんじゃないんです。だからちょっとした、うん、もうちょっと演出のなんかわかんないです。僕、単純にもうそれは、ちょっとしたバランスの問題で、うん、なんかその、とにかく、すごくストレートに一直線に、こう、うん、主人公が、その、戦場に戻っちゃってるように見えると。一直線じゃないよ。だってもうどん底に落ち込んで、もうお前はダメなんだって、俺はダメなんだってとこで、俺は何もできないんだと。イラクに対してで、あれだけあった地震が崩壊してさ、それで、うん、アメリカにはっきり言ってさ、うん、撤退してるわけじゃん、彼自身、うん、だそっから戻るに至る、戻るに至るその何かっていうのは、別にそれがね、その言葉ならざる衝動でも何でもいいし、だから彼がさ、最終的に行くことが英雄的行為として描かれてるから、うん、それはちょっと納得できないって、英雄的行為そのものに対するさ、なんていうか反発心があるんですよ、心の中に。心の中にっていうか、その、だからそれを、彼は人を殺しに行くわけじゃないのか。いや、分かってるけど、うん、そのなんか、それをだから英雄的行為として着地させるのに、だからひょっとしたらやっぱりそれは、バイアスだって言われたらそうかもしれないけど、やっぱその非アメリカ人として見てると、うん、その、分かるけど、その、なんていうのかな、謝るときまで威張ってるな、じゃないけど、なんか、なんかそのバランスを感じて、ちょっと、こう、いい心地お前らは最後まで徹底的にその申し訳ないっていう態度で臨めっていう。違う違う違う。だから、土下座しろじゃなくて、ちょっとしたバランスでいいからって感じなんですよね。土下座しろって近いんだけど、だからさ、なんていうの、自衛隊の中にさ、爆発物処理班っているんですよ。はいはい。で、僕よく、前、自衛隊に取材した時に行ったんだけども、うん、やっぱもう自衛隊っていうだけでみんなもう、すごく、なんていうか、やじ飛ばしたりするらしいんですよね。うん。でそういうことしろとは言ってないでしょ、弁然。うん、でもさ、うん、そういう、ところの中で彼らはさ、淡々と爆発物処理をしてるわけじゃない、うん、それもアメリカが落とした爆弾をなぜか自衛隊がさせられてるわけじゃないですか、アメリカが落とした爆弾をね、うんうん、で、彼ら行くと、要するにもう自衛隊だっつってさ、もうみんなからさ、もうブーブー言われて、しかも爆発物処理してるのに憲法9条に違反してるとか言われたりしてるわけだけども、うんうん、で、じゃあ、その彼らの爆発物、自衛隊の爆発物処理班を英雄的に描いた場合に、ね、それやっぱりさ、叩く人いっぱいいるよ、うん、そりゃ、うんうん、ね、で、英雄じゃねえよと、ね、あの日本は戦争すること禁じられてるんだから、軍隊持っちゃいけないんだとか言う人、ブーブーいるじゃない、うん、でも、それと爆発物処理班をしてる個人は違うじゃん、まあそうですけど ね、はい、ね、あと、じゃあこういうことになっちゃうの、例えばガンダム見ててさ、うん、アムロは最初さ、なんでこんなことしなきゃいけないんって、ブーブー撃たれてるじゃないですか、うんうんうん、でも最終的にさ、彼は、でもこれが俺がやることだから。って善悪を超えた形で彼の場合は選ぶよね、うんうんうん、俺にやれることはこれだから、うん、ガンダム乗るしかないんだよと、うんうんうん、それ自体が要するに戦争、この戦争はいいのか悪いのかとかさ、はい、そういうこと問わないじゃない、最初なんか悩んでるけど ね、うんうんうん、ね、で彼の選択を見てさ、うん、ね、ガンダムにアムロが乗ることは戦争行為に加担していることだって批判する人もいるよね、うん、ね、まあ、だからさっき言った兵士になったわけですよね、彼は。そういう意味ではそこには別に考えないっていうことを始めたわけですよね。考えないっていうわけじゃないんじゃない、彼はだって俺がやることは身近な人たちを助けることであって、できる人を殺すことじゃなくて、できるだけ自分にできる人をたくさん助ける道を選ぶんだって考え方になるんでね、それは考えないわけではちょっと違うと思うんだけれども、まあ、ちょっとあの僕ガンダムのそこにの心理のディティールのところ思い出せないんでちょっとあれですけど、まあ、最終回ですよね、はいはいはい、うん、彼のためにやるんだと。ああ、帰るとこ、はいはい、で彼もさ、同じように家族から切り離されるんでね、うん、父親も母親も会うんだけども、全くそこに自分の居場所を見出せないんだよ、アムロは、うん、すごくよく似てますよ、その部分ではね、うんうん、むしろこの映画の中で彼は三本との
関係の方が深くなっちゃうわけじゃない、うんうんうん、で3本と裸でイチャついてる時にさ指輪を見つけられるシーンってのはおかしくてさ、うんうん、あれまさしくさあのセックスした後相手が結婚指輪してるのに気がつくみたいなシーンじゃない、はいはいはい、まあ、だからそのホモソーシャルでキャッキャっていうところは別にねいいしその戦場の方が居心地いいっていう時があるのもわかるけどもそういうのは、うんうん、ただ、うんうん、わかりますよ。だから僕だから多分ねそのあのそういう一種のバイアスがかかったあの、うん、論っぽく聞こえたかもしれないけど一応僕はそこはとは線引きした上で、うんうん、あの特に終盤の演出が演出というか流れがあのこれはとにかくその、うん、なんていうのかなだからさ悪い意味で投げっぱなしに見えるっていう感じなんだよね。いや俺はあの本当にひどいってことを骨の髄まで知って本当にイラクでひどいことが起こってるしそれはアメリカが起こしたことだってことも知ってでも俺にできる最良のことは一体何なんだってことで、うんまあまあまあ、いや、うん、だからそこまで読み取れるようになってないと思うんだけどなどうかな多分そう読み取りたくないんだよ、うん、そんなことないですよ。戦争があるんだったらできるだけ行かないことがいいし、うん、ねどんなことがあっても加担しない方が正しいんだと思ってるからだと思うのね。それはね違う僕は一旦その限界を見てって言ってるのに そこからまた戻るに至る、うん、そのなんていうかなほっとくわけにいかないからですよ。だからほらそれはそこまでは書いてないじゃん。ほっとけないなんて言ってないしその示されないし別にだって自分できる最良のことはそれだからでしょ。最良のことなんて言ってないですよ。最良のことは言ってないけど、うん、だからそれを量って言っちゃっていいのかって感じなんですよね。その、うん、彼にとっては別に量かどうか関係なくて戻るわけでしょ、うん、分かんない。少なくともそう見える。まあでもそのだからね、彼が戻らない方が正しいと思う。だから彼がそのなんていうかな善行として戻ってるかどうかなんて分かんないじゃないですか。別に俺それでいいと思うんですよ。その本当にこれが好き。いやもう完全に俺はこれをやることが仕事だから行くわけですよ。うん。だからその善行として言ってるかどうか分かんないし、うん。うん、で彼が個人的な俺これのそのなんていうの転職で好きなんだからって戻るのはいいけど、うん、そうするとなんかさっきまでの例えばイラク戦争のこうそういうさ象徴する構図みたいなのが全部なんか彼の個人的思考の話にじゃあ歪償化されちゃうのとかさ。いや逆で彼はそういうひどい状況のところにあえていくことを選ぶわけじゃん。ハートロッカーってタイトルはそこだよね。いやだからその選ぶ時の内的なその彼の心理みたいのはもちろんそのあえて描かなかったのかもしれないけどそのモラルなのかその好きだからなのか何なのか全部に関して開かれたそれがメインストーリーだからっつったって、うん、もちろんそう開かれてるね、そうそう、うん、だからその開かれてるっていうのは一般的にもちろん会社が開かれてるっていうのは作品にとっていいことなんだろうけど、うん、ちょっとそのここまでの流れに対して若干無責任じゃないのとでそのという気がするんだよ。でミニストーリーで分かってるよっていうのはそうかもしれないけどやっぱそのなんていうかな隠しなんていうの、うん、投げっぱなしすぎるじゃないけどちょっとそこはじゃあ開いてるように見せておいて、うん、ねあのすごく右の人でも左の人でも自分の好きなような解釈をそこに当てはめるようにできてるけれどもでも本当に言いたいことっていうのはその曲の中に隠してるっていう作り方をしてますよ。なるほどね、うん、まあだからそれはそうなんだろうけども、うん、はい、でもその場合にそのいや開かれすぎてて俺には分からないよ。分からないじゃなくてちょっと そこまで持ってきたのに対してちょっと無責任っていうか感じがするんですけどね。あそこでセリフでさ、いやセリフで言えとは言わない。だから、うん、その隠したって言うんだったらもうちょっと演出なんかのバランスっていうかもうちょっと分かりやすくしてほしかった。そういうことかもしれないですね、うん、ああアイロニーの部分であるならばじゃあまあ、アイロニーってのはもうとにかくアメリカがこういう状況を作り出したっていうことを、うんうん、もう後始末をする尻拭いの役だっていうことが、うんうんうん、まあ全体がアイロニーだったね。最も英雄だっていうアイロニーですよね、うんうん、全体がアイロニーなんだろうけど、うんうん、だからそのアイロニーって危ない時があるじゃないですか。その伝わらなければ逆の効果を発揮するときがあるわけで、という危険性というかやるさみたいな。イラク戦争における最大の英雄っていうのは爆弾を落としたり人を殺したりする人じゃなくて、うん、その爆弾そのものを徹底的に無力化していくっていう、うん、戦争そのものを無力化していく人が最大のヒーローなんだっていうことでも、うん、それ自体がテーマ的に反戦じゃない。なるほど、うん、そうですよ。それは、うん、最大に偉い人は誰かって爆弾が爆発しないようにする人なんですよ。ってことは戦争そのものが無意味だってこと言っちゃってるんだもん。だって最初の段階で。なるほど。で人を殺すことが戦争だと思ってるけど彼の仕事は人が死なないようにすることであり自分が最も死ぬ可能性が高いことをすることなんです、うんうんうん、まあ、じゃあその爆弾処理班というすごくその設定自体がもう完全にひっくり返してるんですよ、はい、うんうんうん、
その、ね、設定はさ、すごく単純にその娯楽映画としてその、うん、すごくあの目の付けどころとして面白いところに取材するなじゃないけど思ったし、うん、だけどやっぱテーマ的にもその実はそこの時点でもうすでに仕掛けられているんだということですかね。もうだって普通聞いてそう思いますよね。うん、うん、ねえ、だってとにかく爆弾テロってのはもう一つ大きいことはね、あれ設定的にね、うん、あの選挙の妨害をしてるんですよ実は、うんうんうん、で完全な混乱状態を作ろうとしてるわけ、あの爆弾テロリストたちはね。で、分からない人たちは彼らが一種のレジスタンスで祖国を要するにアメリカの侵略から守ろうとしているかと思っちゃう人がいっぱいいると思うの。まずそれが根本的に全然違うんですよね状況はね。彼らの多くは外国から入ってきてるんだよかなりの量がアルカイダ入ってきてますからね。でもちろんそういう状況を作ったのはアメリカなんだけれども、まあ、もちろんそれはそうだと思うんですけど、ただそことあの普通の暮らしている人たちはもう見分けつかねえよなっていう描き方でもありますよね。最初で主人公もそこに結局俺見分けついてねえわっていうさ、見分けついてないことで愕然とするんだよね、うんうんうん、っていうところに行くじゃないですか、うん、でほらそれがすごくいいとこまで来てると思うんですよ。いいとこっていうのはその、うん、あのいいこと言うなじゃないけど、うん、鋭い視点だと思いますよ。ただそれで一旦だからその国帰って戻るときにその、うん、どう思ってんのかなっていうところがさ全くなく、そしたら個人的な動機ってなるとなんかそのあんまりなんていうの、まあいいんだけどさっていうその個人的な動機はさっていう感じがしちゃうんですけど。でも戻らない方が正しいと思う。違くてだからなんていうのかな、なんかちょっとだって彼はあのまま、はい、あの任務を終えたから除隊してよかったんだよ。うんうんうん、いやだからほら何度も言うけどその戻るにあたってだその町山さんはその英雄的行為っていうこなんていうかな、というかその彼の内的なことは別に示されないじゃないですかそこは、うんうん、だから、うん、やっぱいいけどちょっとそうですね、まあ、単にさあの、うん、アメリカに居場所がないから帰るんだろうって思っちゃったわけでしょっていうふうにも見えるじゃないですか全然。